はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。サンポケの実況をしていきたいと思います。ゲーム音ちっちゃいね。半分ぐらいでこんなもんか。ってわけで、今回は実はね、思い出した。ガチャパートは前回やったんだよね。一瞬記憶が飛びましたよ。今回なんと強化パートなんですよ。あのね、そう、忘れていた存在って言うと怒られちゃうんですけど、実はね、聞いてたんだよね。そう、チンキちゃん。はい。チンキちゃん、ね、おじさん以下で女性武将は、ね、大悦ちゃんしかいないな、寂しいな、とか言ってたらね、実はいたんですよね。というわけで、今回はチンキちゃんの強化パートですよ。進行度バリバリ上げていく。で、チンキちゃんってどんな計略なんだっけ。革命の滝、あれかな、ダメ系かな。惜しみなく使っていこう。レベルが上がった。まあ言うてマックスにはできないね。まあ6まではいくね。扇なんだよな。扇だと挑戦とかぶっちゃうからな。そこちょっと難しいところだな。まあまあまあ。はい。で、とりあえずここまでと。あと、空気も進化していく。いたいたいた。見てみようか。魅力持ってて。攻撃が、でも挑戦と逆だからいいね。右下っていうのはなかなか。で、奥目の時、敵に、中ダメージを与える。味方全員の知力が敵より高いほどダメージを与える。へぇー。なかなか熱いね。味方のとこを参照するね。で、浄化ね。いいですね。私は何があっても平気です。ほんまですか？とりあえず。結局この上がないんだよな。まだ手に入りづらいからね、しょうがない。思ったより大して進化っていうか強化できないな。ここはじゃあ使ってあげましょうか。余った。ここね、競合してなかったっけ、誰かと。ほらね。やめてこう。というわけでこの辺で、ごめんね、チンキちゃんスペシャルでした。まあ言うほどスペシャルじゃなかったな。ってな感じで、お疲れ様でした。バイバイです。